ロードコアラモードのカイト・ミナミです。今回お送りします、ヤダツセコ作、コウノス・女房は、鶴の恩返しならぬ、コウノトリの恩返しの昔話から始まります。この話を聞いた主人公、銀の数奇な生涯をどうぞお楽しみください。 やだつせこ作、甲の巣女房。隣の甲屋のばあさまから、銀はこんな昔語りを聞いた。ある山の中に男が一人、小屋がけをして住んでいた。働いても働いても食うにこと書くありさまで、己の行く末を考えては心細がっていた。 ある晩、大風があって、方々の大木が倒され、畑の泡や冷えがみんな吹きこぼれて、あっちこっちで、助けてけろう、助けてけろうという叫び声がする。男は、行きつけの旦那衆の手伝いをしてうちに帰って寝たが、夜中にどこからか、助けてけろう、助けてけろうという、かぼそい叫び声が聞こえる。 はて、どこだべと思いながら夜を沸かした。朝になって山へ芝刈りに行ったが、まだ夕べの助けてけろ、助けてけろという声がするから、だんだん尋ねていくと、昨日の大風で倒れた古木のほらに住んでいたコウノトリが、木の間に体が挟まって、どうすることもできずに、きいきい泣いているのであった。 男は苦労してその木を切り倒して鳥を助け出し、傷んだ羽を撫でてやったが、鳥は疲れていてうまく飛べない。やっと飛び上がったかと思うと、バサバサと地に落ち、飛び上がったかと思うと地に落ちる。男は稼がなければならぬので、思いを残しながら、振り返り振り返り立ち去った。 鳥は涙を流して、その後ろ姿を見送っていた。ある雨上がりの日、男が山へ芝刈りに行くと、若い綺麗な女が、やっぱり芝刈りをしていた。女は笑いかけて、お前に行き合いたかったと声をかける。お前は誰だと言っても、女はただ笑ってばかりいて、せっせと芝を取る。 夕方になって男が帰りかけると女もついてきた。俺はこんな貧乏者だからお前のような女子に来られては困ると言っても拝むようにしてどうか置いてけれせという。そして懐から紙よりを出してその中から米粒を二粒出して鍋に入れて煮ると鍋がいっぱいになって 二人で夕飯を腹一杯食べた。女は昼間は山へ芝刈りに行くし、夜は旗を折ったりして休む間もなく働いている。だんだん日が経つと女はうちにいて朝から晩まで旗を折るようになった。そのうち二人の間に女の子が生まれ、三年経つと 女はやっと旗を折り下ろして、夫に、これを町さ持って行って、売ってきて蹴れせと言った。男は、なんたらこんなもさもさした毛織物、なんぼの根があるべえや、それも売れればよいがと心配顔をすると、女は、これは私の性を込めておったものだから、三百両であったら売ってもよいという。 町の大棚の旦那様のところへ行くと、大層喜んで、うちの宝にするとて、いいねで買い取ってくれたので、男は驚いて大金を持って帰ってきた。そして、この織物のおかげで、ひどく裕福に暮らせるようになった。ある夜、その女が言うには、娘ももう食べ物をやっておけば大丈夫だから、 私に暇をくれろという。男は驚いて、なして今頃そんなことを言うのかと尋ねると、これまで私も随分稼いだけれど、今では生も根も尽き果てたから、元の章に帰りたい。実は私はいつぞやお前に助けられた鴻の鳥である。謎にかしてご恩返しをしたいと思って、 私の代わりに一人娘を残していく。そして、あの旗を折るとき、私の体の毛はみんな抜いて折ったので、今ではこのようになったというて、赤裸になった体を見せ、わずかに残っている風切り羽で、山の方へバサバサと飛んでいった。今年、四十二歳の銀は、 この昔話を聞いた晩、泣けてしようがなかった。枕に突っ伏して、恋を忍んで、長いこと泣いていった。銀が、このアタリアに女中暴行してから、もう十年余りになる。アタリアも、この六本木通りでは、相当に名の聞こえた空物屋だったけれど、ここ数年来、 輸入物の仕入れが難しくなったところから、とかく商いも不匂いがちになり、それかといって、今更軍手や割烹着類を棚ざらしにするようなコアキンになり下がるくらいならと、意固ジな老主人は店を閉ざしてしまったが、今ではその店内にぎっしりとミシンを並べて、銀が頭になって受け負いのミシン作業に精を出している。 ほんの手内職のつもりで始めたことが、いつの間にか本職になってしまった。この家の一人娘の遺品だという古ミシンを使って、片手間に近所の人たちの、簡単服だの、エプロンだのの人仕事をしているうちに、出入りのクリーニング屋から話がついて、衛生服や医務服の下受けをするようになった。銀一人では手も回りかねるので、 中古を買い込んだり、ちんがりをしたり、今は通いぬ娘たちも、汗水くの忙しさである。年寄りの主人夫婦から一切お任されている銀は、ミシンにばかりかかり詰めているわけにはいかない。年寄りが喜びそうな総菜をこしらえたり、お針をしたり、洗濯をしたり、ネズミ取りを仕掛けたり、市場へ買い出しに行ったり、 市場で銀は、負けれせという呼び名で通っていた。ひねうが一つ買うにも、ねぎらずには置かなかったからである。まったく銀は、ねぎることにかけては名人だった。ちょいとした傷や荒を見つけては、国なまりのぼっそりとした調子で、負けれせというのが口癖なのである。あの負けれせにあっちゃ叶わねえ、と、物売りたちは、 投げるように手を振って、銀が買い出しに来る頃合いを見て、本日はまからずで、と張り紙などしてからかったりした。銀は器用な太ちだったので、大抵の繕いものは自分の手でした。傘の張り替えだの骨の折れなどを造作なく直した。それから、ナビや夜間などのいかけもすれば、 瀬戸物の壊れを継ぎ合わせることもできた。主人夫婦はこうした銀の始末ぶりをひどく気に入っていた。非常時の檻から物品愛護の良い手本だと褒めた。銀はニコニコ笑っていた。主人夫婦の言葉は何でもありがたかった。銀にとっては主人夫婦は ただただ無類の結婚人だった。旦那様の方は中風の君で伏せがちだったが、せっかちの口やかまし屋でしょっちゅう小言ばかり言っていた。その上手に負えない干渉で、畳に顔をこすりつけるほどにして調べては、ささくれをいちいちつまみ取らせたりする。 奥様は信心深くて、年中を手から離したことがない。慈悲の心に熱く、申し分なく優しい人柄だったけれど、出入りの者たちは、ケチンボウだと陰口を聞いていた。情けをかけるにも口だけで、一向に記者をしたためしがない。奥様自身は、誠さえあれば、 仏様の見心に通じるものだからと言いならわして、人へ恵むということをあまり喜ばない。おもらいものがことのほか好きで、それへのしがみを掛け替えたりしては、よそへの使い物にしたり、あれこれと一人で忙しがっている。銀には主人の言うことなすことがみんなもっともだった。そして、 このケチな奥様と根っからの始末屋の女中はよく気が合って、いよいよ物をしみするのだった。銀の一日は目まぐるしかった。うちのことも外のことも一人で取り仕切らなければならない。年寄り夫婦の用事はひっきりなしだったし、店の娘たちの世話も焼けた。それに、 品物の受け渡しや厄介な帳漬けの仕事がある。ミシンの請負いから上がる利益で、主人夫婦はたっぷりと暮らし、貯金もできるというので、ホクホクだった。近所では、働き者の銀のことが評判である。アタリアさんでは、いい女中を当てたものだと、羨ましがった。あんなに小気使って、 八円の給金じゃあ、陰を過ぎると、主人夫婦を悪く言うものもあった。銀はニコニコして働いていた。頬骨の出た釣り目の長顔なので、黙っていると、ひどく怖い剣のある顔に見える。これを苦に病んで、四十ニコニコとほぐしていた。娘の頃、チブスにかかって、 髪が生え変わってから、チリチリの縮れっ気になってしまった。それをひっつめて、後ろにお団子にしている。右肩が怒っていて、ちっと片はに見えたが、これはレース工場にいた時、機械の片側調べを長年していたからで、今ではその肩をわざと落として、癖づけようとしても治らなかった。 奥様のお下がりの目倉島でこしらえた上っ張りを年中着ていた。朝晩はその上からたすきをかけ、大きな前かけで腰をひっくくった。誰もまだ銀の年を言い当てた者がいない。しかし、誰の見当も五十から六十の間ということで一致した。不思議なほど手足だけがきれいだった。 通いの娘たちが帰った後、銀は一人でミシンの野行に精を出した。つい十二時過ぎまでかかりつめていて、近所から安眠妨害だと文句を言われることもあった。たまに早じまいをした時は、銭湯へ行って、ゆっくり手足を伸ばしてくるか、臨家の荒野へ遊びに行って、同じ国生まれのばあさまから昔こう聞くのが、 この上ない安楽だった。台所続きの三条間が銀にあてがわれた寝場所だったが、まるきり日の目を見ないこの小部屋はしょっちゅうカかび臭く、壁や畳がじとじとと湿っていた。北向きのたった一つの格子窓からは、路地のすぐ向こうに荒野の勝手口が見えた。小沢さんの女将さんが、 立ち働き詰めでキンキン声を張り上げてひっきりなしに子供やばあさまを叱りつけていたリンが寝る頃になって洗濯を始めることもあった窓の両側の壁には子供の描いたクレヨンの図画だの雑誌から切り取った西洋美人の絵だの新聞の付録の古い一枚カレンダーだの 工場にいた頃の友達と写した写真などがピンで留めてあった。写真の中の友達も銀も眉毛の隠れるほどの大きな即髪に言ってどういうつもりか揃って右手をたもとの中に隠していた。部屋の隅には古氷や段ボール箱が積み重ねてあった。ヒビの入った伝統の花笠や 積み在庫のボロボロになった柱かけや、ンキ瓶のようなものまで丁寧にしまってあった。主人から、もうお捨ててもいいよと許しの出たものは、何でもみんな頂戴しておいたのである。古氷には、銀が持ち物の中でも一番自慢にしているもの。奥様のお下がりのラッコの毛で縁取ったショールがしまってあった。 これは、はくらいものの飛び切り品だと、奥様は今も惜しんでいる。しかし、荒野のばあ様の鑑定によると、ラッコとは真っ赤な嘘で、うさぎの毛をうまく染めたものだという。虫のせいか、あちこちぼっこりとむしり取ったように毛が抜けて、見る影もなかった。毎度、虫干しの季節になると、 銀はこの三条間に細引きを張って、持ち物に風を通すことを忘れなかった。そんな時、荒野の誰かが格子窓から覗くと、銀は一つ一つにもったいをつけて自慢した。店の娘たちが汗になってミシンにしがみついているところへ、出し抜けにラッコのショールで現れて、みんなのどぎもを抜いたりした。 この小部屋いっぱいに床を敷いて身を横たえた一時は銀にとっては全く極楽のありがたさである。胸に手を組み奥様口癖の念仏を聞き覚えに唱えながらいつの間にか心よい眠りに誘われる。夜中にむっくりと起き出して暗がりをキョロキョロ見回すことがよくあった。 夢だったのかとうっとりとした心地で、やがてまた静かな眠りに入る。まったく不思議な話だが、長い年月、銀には決まってみる一つの夢があった。広い立派な西洋まである。壁には大きな額がかかっている。綺麗な飾り椅子があちこちに置いてある。 高い大きな窓がいくつもいくつもあって、それにはみんな真っ白いレースのカーテンがかかっている。小模様の折り目の細かい上等品である。ふんわりと揺れはためく。もっその房がパタパタとなる。揺れるカーテンにコスモスの花が咲いている。薄赤い 今にも消えそうな花が白い花村の中にポつポつと咲いている背中の赤ん坊がなかなか泣きやまない丸いお尻が下がっておぶいひもが肩に食い込んで思ったるいあやしながらコスモスの花の中を歩いていく行っても行っても花ばかりである 花の波がゆったりゆったりと揺れる。真っ白いところに薄赤いポツポツのあるコスモス模様のカーテンである。もっその房がパタパタとなる。するとカーテンはふんわりと揺れはためく。夢の中の西洋馬は雑誌の口へで見かけたことのある えらい方のお屋敷のようでもあるし、工場にいた頃友達に誘われてみた活動写真の中の場面のようでもある。その活動では背の高い素敵な西洋美人が白尺の恋人と囁き交わすところがあったり、馬に乗って散歩するところがあったりして、今でも思い出すたんびに銀は悩ましくってため息が出る。そんな時、 無償に、寺島捨て吉が下わしかった。銀が、この小間物行商人となれ染めたのは、レース工場にいた時のことである。大阪にあるその工場の助行になったのは、十八の年であった。北秋田の方に近い小さな町で、銀は生まれた。父親は、 町役場の小遣いを務め、母親は水汲み下女だった。銀は小学校を中途で辞めさせられて、校長先生の家へ子守にやられた。校長先生には赤ひげ子というあだ名がついていた。寒中でも真っ裸になって、井戸端で水をかぶる人だった。 赤ん坊をぶった銀が学校へ遊びに行くと、子供たちが寄ってきて、こんな悪口を言うのだった。おめえとこの赤ひげこな、今朝ひげっこの先さ、タロッペ下げてきたど。そして、赤ひげこ赤ひげこ、ひげこのタロッペしょっぺえってな。と生やしたて、雪の中をどこまでも追いかけてくるのだった。 夏になると、校長先生の庭には、いろいろな花が咲いた。花魁草だの、百日草だの、ひなぎくだのが咲き盛るのだった。校長先生は、越中に腹巻きといういでたちで、暇さえあれば草花の手入れだった。コスモスの花時になると、子供らが垣根に背伸びして、よく取りに来た。 先生自慢の林の大きなコスモスだった。それが垣根のぐるりにゆさゆさ揺れていた。子供の頭が隠れてしまうほど背の高いコスモスだった。父親の都合で銀は校長先生のところから暇をもらい、酒屋の古女中にやられた。街にガラッパチのジャッチャという 看護婦や助行や女中などの口入れを商売にしている家婦がいた。16の春、銀は金在の娘たちと一緒に、このジャッチャに連れられて大阪へ出た。宝石の助行になった。同じ町から出てきた友達に誘われるまま、一年半ばかりの後、レースの工場へ変わった。そこで、 十二年余り働いた。大正の初め創業したこの工場は、当時輸入した二台の機械で、どうやらおぼつかない歩みを続けてきたが、次第に活況を呈して、銀が引く頃は工場の建増しをしている最中だった。普通、服地とか袖口とか、裾よけとかになるレース筋は、絹物、ジョーゼット、木綿、 人権などいろいろあって、機械にかける前、十ヤールに縫い合わせる。機械積みの押し上げのミシン場へ回して、あとは晒しに出す。銀は入りたて、ミシン場で働いた。それから、機械場へ回された。一台に二人、裏と表につくのである。糸の切れ、 針の折れを見て歩く。目玉を皿にして注意する。しょっちゅう片側歩きなので、自然肩が凝ってしまう。六代に一人あたり、班長が休みなしに見回っているので、草目をする間もない。銀も後には班長になり、女では一人っきりの監督にまで登ったけれど、機会に付き添う楽しさは格別であった。 工場にはたった一台アメリカから取り寄せたという特製の機械があったけれど、これは銀でなければ動かせなかった。他のものでは機械が言うことを聞かないのである。無理をして針に刺されるのが怖さに誰も手を出さなかった。これは折り目の緻密な総レースを作り出すのである。仕上がり品は主に 極上品のカーテンジとして売り出された。銀はこの機械のことで明けくれた。どんな小さなホコリでも指の腹で丁寧に払った。針の一本一本を唇で試した。そして機械にかける前、糸を舐めるのに精を切らした。舐めると糸が切れないというまじないを 国の年寄り衆に聞いていたからである。針の間から緩やかに大幅の模様レースが流れ出してくる。白いこの流れに機械の騒音が吸い込まれて、一人静けさがここにばかりこごっているようである。見入っているとしんしんとした静けさが心の奥底にまで染みる。 すると、心の奥底にも、また白い模様レースが流れ始める。銀は、ぼけたように機械を忘れて立っていて、よく小づかれた。監督になってからも、この機械からは離れられなくて、ずっと掛け持ちだった。機械に引き添いながら、銀はいろいろな模様レースを心の中で追った。 子供の頃見慣れた山の葉の赤ぐ雲や、青空にふんわりとかかった白い薄雲や、いつかの明け方見たことのある遠い空の燃えるような段だ々だ雲を次々と織っていった。それから夏の雨上がりの虹の橋や、朝露のつぶつぶを光らせた朝緑の草むらを織ってみたいと思った。 その草むらに止まっている玉虫や、羽の透けて見えるロウを織り込んでみたら、どんなに綺麗かと思う。そしてまた、虹の橋に霧がかかったところや、小杖を鳴らす優しい風の音も、レースによってみようと胸を膨らませるのだった。銀河工場勤めをしている間に、 両親が次々に死に、たった一人の兄は、北海道へ渡って鉱山入りをしたまま、消息を絶ってしまった。チブスで動きの取れなかった銀は、とうとう親の死に目にも会えなかった。寺島捨てちと知り合ったのは、こうした不幸の後だったのである。その頃、 工場には女工たちのために三頭の寄宿舎ができていた。外出しにくいので自然行商人が入り込む。捨て吉は小間物類一切から下駄草履のようなものまでつづらに詰めては飽きないに来る。色の浅黒い三白眼のちょっと小粋なところのある男だった。 広島弁で面白いことを言っては笑わせる。自転車につづらをつけた素敵地の姿が通りに見え出すと、女皇たちは窓から乗り出したり手を振ったりして聞き声を張り上げる。なかなかの人気だった。この素敵地が銀へはこっそりと並ならぬ優しさを見せるのである。 ケピンやネットのようなものをおまけてくれたり、ハイカラな文化草履をおろしねで分けてくれたりする。銀の手足をきれいだと褒めて、顔がほてるほど嬉しがらせたりした。ある日、非番で銀が寝転んでいるところへ、つづらの捨て口が入ってきた。部屋の者が出払っているのを見て、あんたにだけ聞いてもらいたい話があると、 恋を低めて身の上話を始めた。自分ほど不幸な男はいない。子供の頃二親に死別して、陰謀な叔父夫婦に古き使われた。女房運が悪くって、最初のには逃げられるし、二度目は反りが合わなくて別れるし、三度目のにはつい先だって死なれてしまったと、目を潤ませオロオロ話した。 古事同様な我が身に引き比べて、銀はもらい泣きした。男の唐突な涙もろさ、おろおろした気わさに、心が動かされるのだった。そんなことがあってから、銀はつづらの捨て口を特別な優しさで見るようになった。そして、休日には、ドキドキして合い引きの場所へ急ぐのだった。 人手のない郊外へ男は出たがった。会うといつもおろおろ声で、僕ほど不幸な男はいないと訴え、銀を当惑させた。男の涙もろさや気わさは、銀にとっては愛情の誓いになった。夜に入って銀が帰りを気にしだすと、男はびっくりするような剣幕で引き止めた。 暗い旗道を歩きながら男に手を任せ。銀は不安と臆病さからしょっちゅうドキドキしていた。その臆病さが身を守って過ちもなかった。男は堅物だと言ってからかった。女のそうした身の硬さにかえってかきたてられ、いよいよ終身した。 工場の中でも評判になっていたたまれず、銀は捨て基地と港寄りの小林町に家を持つことになった。一人者だと聞いていたのに、暮らしてみると男には子供があった。三度目のおかみさんの子だったが、死別したはずのそのおかみさんもシャンシャンしていて、今は堺の方の旅館で働いているということまでわかった。 子供はどこに預けておいたのか、まもなく男が引き取ってきた。ようよう捕まり歩きをしだしたばかりの男の子で、年代と呼ばれていた。男が大酒飲みだということもだんだんわかった。酒癖が悪くて、わめき出すと手に負えなかった。三白の目を据え、馬面とかしゃぐまとか言って、 銀を呼び立てるのだった。駒物の行商も、とかく怠けがちだったが、そのうちどこで仕入れるのか、新州面というのに肩代わりした。今度の行商は気骨が折れる。一軒一軒で工場だからと、捨て口は不機嫌だった。玄関に上がり込むなり2を広げて、 山眉のくず糸から取れた丈夫な絹綿だと言い、足で踏んづけたり、手綱によじって見せたりして、これこの通りと、海底受け負い顔して見せるのだった。綿の中身は人件くずの加工物を使い、どうせ知れたまやかしものであった。どこで手に入れたのか、地名の人の名刺をもったいぶって財布から取り出してみせ。 こんなに指示してもらっているからと、買い手の度肝を抜いてかかる。名刺には、死尺男尺と肩書きのついたのもあった。それほど儲けにもならず、寝食いの日が多かった。工場の友達が遊びに来るたびに、銀は肩身の狭い思いをする。はじめっからあんたの貯金が目当てだったんだからと、 その友達は親身になって忠告した。今のうちに別れないと、とんだことになるとも脅かした。しかし、議員は別れる気がなかった。男は仕入れをすると言っては、あらかた金を持ち出した。うちを開けることが多くなった。たまにくつろげば、酔って、おい、しゃぐまとわめきたて、 出ていけがしの愛想づかしだった。どのような男の仕打ちも、銀には我慢ができた。子供のために耐えられたのである。子供は銀になついて可愛かった。回らぬ口で、母ちゃん、母ちゃんと呼び慣れていた。眠くなると、よだれの顔を銀の胸にこすりつけてきた。そして、 から乳を吸って、機嫌よく寝入った。銀はこの子が可愛くってたまらなかった。朝から晩まで、子供のことでいっぱいだった。人に愛さえすれば、子供自慢だった。うちの子はまあ、なんて早知恵なんでしょう。今朝もね、とポップを教えたら、もうすっかり覚え込んじまって。さあ、としちゃん。 おばさんにポッポッポを歌ってあげれせ。子供がよだれの口を尖らせておぼつかなげに歌い出すと、銀はもう目をなくしてむしゃぶりつき、この顔や手やデベソのお腹にまで口をつけてブーブー吹いてやるのだった。ある日、珍しく捨て吉が子供を抱いて銭湯へ行った。 帰りの遅いのが気になって覗きに行くと、とっくに上がったという。濡れた手拭いと、シャボン箱が番台に預けてあった。それっきり、親子は姿を見せなかった。親類だという夫婦者が来て、世帯道具の一切を荷車につけていった。子供の母親と縁が切れていなかったと、 初めて聞かされ、銀は途方に暮れた。子供を思って泣いた。しばらく一人暮らしをしていたが、友達に勧められて上京することに決心した。東京で教授屋に片付いている、その友達のおばを頼っていくことになった。レース工場へは、義理が悪くて帰れなかった。 国物の教授屋は、名という触れ込みで、銀を当たり屋に世話した。時々親類顔で覗きに来ては、暮らし向きの愚痴を並べ、小遣いを借りていった。それもだんだんなれっこになって、月末には無心を欠かさないようになった。誰にでも銀は従順だった。人の言葉に従ってさえいれば、 間違いがないと信じきっていた。そして、始終心の中に誰かを立てておかないと気が済まないのである。子供の頃は校長先生や酒屋の旦那様だった。工場の畑長だったこともあるし、監督だったこともある。素敵地親子は、一等長く心の中にいた。そして今は、 アタリアの主人夫婦ほどありがたい人はないのである。別れて十年余り、年をはこの春中学へ上がったという。親子のものは今広島の海江田市に住んでいる。銀がアタリアに落ち着いて一年ばかり経つと、捨て吉から手紙が来た。その頃はまだ境にいた。 工場の友達に居所を聞き合わせたということがわかり、相変わらず愚痴だった。銀は男の涙もろさを思い出した。おろおろ声が聞こえるようだった。貧乏している子供がかわいそうでたまらなかった。そして、あり合わせをすぐに交わせを組んで送ってやった。それが癖になって、 今では子供の学費という定裁で毎月せびられている。お前さんのようなお人よしってありゃしない。赤の他人にそんなに貢いでさ、ざるに水だよ。主人夫婦はどうにかして送金を思いとどまらせようとしていろいろに意見を言った。銀はニコニコして聞いているだけだった。 広島へ行ってからの捨て口は、家屋売買のブローカーのようなことをしていた。手紙には、子供と二人っきりの詫び暮らしだと書いてあったが、工場の友達からの知らせで、子供の母親も一緒だと分かった。子供からもよく手紙が来た。大きな字で、おばさんと書き出してあった。銀は物足りなく寂しかった。 回らぬ口で母ちゃんと呼んでよだれの顔をこすりつけてくる年代が思い出された。から父を喜んで吸う時の粒さへあてがうちっちゃな手の感触が悲しいほどのうずきで思い出された。そして母ちゃんと何べんも口の中で言ってみるのだった。年代からは手紙のたびにねだりごとだった。 ランドセルが壊れてしまったの、東京鉛筆が欲しいの、遠足へ行く小遣いをくれたのと、ひっきりなしだった。銀はワクワクしながら、手紙を読むとすぐに支度をして送ってやった。クレヨンの図画が届くと、会う人ごとに見せびらかした。私んとこの子はね、 眉を開いてありったけ自慢した。通いぬ娘たちは、またお銀さんのわしんとこの子が始まったと目まぜしてくすくす笑い合うのだった。クレヨンの図画には記者ともう一枚リンゴが書いてあった。銀はそれを自分の部屋の壁に貼って朝晩眺め暮らした。 輸入物の品不足で、アタリアが小僧を排し、店を閉めるほどの不況に追い込まれた頃、一時、銀も身の振り方に迷ったことがあった。教授や夫婦は、もっと割のいい方向口を探してやろうというのだったが、銀は他へ住み替える気がしなかった。ただ心にあったのは、 もう一度大阪の工場に帰ってみたいということだった。思案し抜いた挙句、銀は監督へ当てて願いを出してみた。友達が郷里に帰って片付いてしまった現在では、その古株の監督が唯一の知り合いであり、頼りであった。機械へ向ける気持ちだけは、 いつになっても変わらなかった。針の間から緩やかに流れ出てくる真っ白い大幅の模様レースを思い出しただけで無性に心が弾んだ。銀はもう一度針を扱いたいと願った。下の先でちょいちょいっと糸を舐めてみたいと思った。指の腹で機械の誇りを払い、 目を皿にして、忙しく引き添い歩きたいと思った。レース機械へのこの修身は、銀の持っているただ一つの積極性であった。しかし、願いは入れられなかった。事変後、製品の統制で、現在は機械の台数も以前より少なくなっている。総レースを織り出す特性の方は、 昨年から使用を停止していると、監督から困説な報告があった。主人夫婦から許しが出て、議員はミシン内職にかかり詰めるようになった。通いの娘たちは親しんで、よく働いた。仕事がだんだん立て込んで、議員はミシンにかかったなり、放退したり、 製品の受け渡しを指図したりした。ニコニコ顔が効いて取引先の受けもよく愛嬌物だと評判も良かった。ミシンの手を動かしている最中、ふと眼前に広い立派な西洋間が開ける。大きな額や綺麗な飾り椅子がある。高い窓が いくつもいくつもあって、それにはみんな真っ白いレースのカーテンがかかっている。小模様の折り目の細かい上等品である。ふんわりと揺れはためくモっソの房がパタパタとなる。揺れるカーテンにコスモスの花が咲いている。薄赤い今にも消えそうな花が、 白い花村の中にポツポツと咲いている。花の波がゆさゆさと揺れる。もっその房がパタパタとなる。するとカーテンがふんわりと揺れはためく。銀にはそのレースが折り目の細かい上等品だということも 小模様が一つ一つコスモスの花だということも、たくさんのひだがふんわりと揺れ動く様もありありと見えるのである。もっその房が耳の中でパタパタとなり、手を伸ばすと揺れはためくカーテンの柔らかな感触が伝わってくるのである。通りを走る電車の響きや、 人声やミシンの騒音の中に、その真っ白いカーテンだけが、ふんわりと音もなく揺れるのだった。かやもうちわもしまいこんで、雨戸を閉め切る時節となったある夜、銀は寝床の中で、年夜の手紙を読み返していた。難しい字が多くなって、 この頃は漢字読むのに骨が折れた。おばうえ様と書き出しからもう漢字であった。中学に上がると偉くなるものだと銀は感心した。友達はみんな万年筆を持っているのに僕だけ買ってもらえないと訴えてあった。お父さんが今病気でお医者にかかっていると知らせてあった。 僕は赤ん坊のおもりをしたり勉強したりでとても忙しいと付け加えてあった。銀は明日早速万年筆を買って送り出そうと思った。年をの喜ぶ顔を想像した。しかし浮かんでくるのはよだれあぶくを吹いているよちよち歩きの男の子である。すると、 回らぬ口で、母ちゃんと呼ぶ、かわいい声が聞こえてくるのだった。この春生まれたという若ん坊へも、何かおもちゃを送ろう。それから、子供の父親へも、見舞いの金を送ろう。貧乏して、どんなに困っているだろうと、銀は目を潤ませた。そして、 カキカキした大きな字の手紙をうに敷いたまま、いつの間にか安らかな寝息を立て始めた。枕の端でかなぶんが忙しげに手をもんでいった。それから十二日目に銀は率中で死んだ。遺品を調べてみたら、 金は五円の報告債券五枚を入れて、締めて百二十八円五十三銭あった。妙に思われたのは、これまで虫干し,しでも見かけたことのなかった、六尺四方の豪華なレースのテーブル掛けであった。